タルカス先生は呼ばないでいくか。タルカス呼ぶとほとんど俺何もしなくても終わってしまうから。じゃあ行くぜソロで。待てよ、そういえばこの上のやつ先に倒さなきゃいけないってことをすっかり忘れてた。これ倒さないと上から飛んでいくんだよね、大砲が。あ、ちょっと体力高っ。じゃあ行きますかソロで。これはなかなかのいいボスだからな、ソロで倒したい。ここら辺で戦わないと落ちる。おほー、早速これ掴まれるやつ。いやー、そこはもう戦いたくないな。ショーケースとか絶対効かないでしょ。足崩せば、じゃあ遅いな、両手持ちの方がいい。お、よろめいてきたか。 OK、 こうなれば頭を狙えばいいのか、これで。あ、手か。いやでもちょっとまだ頭を見て、足切ってるか。やっぱロックしない方がいい、絶対ロックしない方がいい。基本的にダークソウル1のボスは絶対ロックしない方がいいわ。カメラの向きを合わせたい時だけだな、ロックする。やばい、それ以外でロックするとね、本当に画面がカク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 、カメラの向き変わってしまうからさ。3周目ってことをすっかり忘れてた。ダメージやっぱ痛いな。外す。やっぱこの武器じゃ時間かかる。出血する敵はねすぐ倒せるんだけど。お、傾いてる。こっちの足じゃないか、こっちか。さあどうしようか。ダメージ流いやー、まあこんなもんだろう。頭狙いたいんだけどね、本当はね。OK、まあ、この後が本番だからな、オンスタインですよ。